はい、どうも、キリアです。皆さん、こんにちは。今日はですね、サガン鳥栖、豊田洋平選手がサガン鳥栖から栃木へ、完全移籍をするということで、豊田選手についての思い、そういったものをですね、少し語っていきたいと思います。よろしくお願いします。豊田選手の思い出としてはですね、実は僕がですね、初めてこのユニフォームにサインをもらった選手、これがですね、実は豊田選手だったんですね。そういったこともあって、すごく思い入れの深い選手なんですけれども、そもそもですね、豊田選手がサガン鳥栖に来たのは、2010年 J2 の時代ですね。その前の年、京都で全然、点数がね、取れてなくて、なんというかイケイケな感じで、オリンピックにもね、出たりとかして、まだやんちゃなイメージが残る、そんな選手でしたね。そういう彼が京都でうまくいかずに、J2 のサガン鳥栖に、やってきたと。消えていく才能の一つになってしまうのかな、みたいな、そんな、日の光から遠ざかるような、そういうサガン鳥栖への移籍の、時期でした。鳥栖に来てから、本当にガラッと変わって、これはいろんな人のね、出会いとか、九州の土地が彼をそう育てたんじゃないかっていうふうに思いたいところはありますけれども、他者をいたわり、チームのためにということを公言してはばからない。そして本当に言葉だけじゃなく、最後の1分まで諦めない。いや、最後の何秒まで諦めない。僕が時々ね、サガン鳥栖を日本一諦めの悪いチームっていうふうに表現するんですけど、チームがなくなっても諦めず、J2 で苦しんでいて経営難になっても諦めず、諦めないっていうか、もう諦めることを知らないんじゃないかってぐらい、そんなね、チーム、その中で最も諦めの悪い選手、それが豊田洋平選手なんじゃないかなと思います。2012年に J1 に上がってきて19ゴール、2013年には20ゴールを挙げるという、2014、15ともね、ずっと10ゴール以上、15ゴール、16ゴールというふうに、活躍をね、J1 でずっとしてきてるわけですけれども、豊田選手のゴールって何って言ったら、皆さんもやっぱり頭ヘディングズドーンみたいなのが思い浮かぶと思うんですけど、あとですね、意外なほどに左足のシュートが多いです。ゴールが見えたら打つみたいな、そんな思い切りの良さ、勢い、パワー、そういうものをね、彼の姿勢からは感じるわけですね。サガン鳥栖は池田勁という選手が引退したわけですけれども、彼の功績というのも非常に大きかったんですが、僕の中で池田選手と豊田選手はもうセットなんですよ。もう泥臭いツートップという、本当に体を張って戦うってこういうことなんだよっていうのを、まざまざと J リーグに見せつけた。それまでもね、必死に頑張るとか体を張るっていう選手いたんですけど、日本ってどうしても華麗なテクニシャン、こういう選手が好かれるんですよ、J リーグでも。その中でね、もう本当に異彩を放つというか、これ鳥栖サポーター以外だったら、結構豊田選手のこともう嫌いやわーっていう人結構いるんじゃないですかね。もうガツガツ来るし、もうなんかファールスレスレのタックルも多いし、なんかね、もう温度的にしたら厄介だ、もう嫌だ、もう見たくないみたいな。味方にしたらこれほど頼もしい選手は本当にいないというか、最後の5秒まで豊田選手は全然諦めてないんですよ。もうやれることを全部出し尽くすと。こそは勝てんわっていうようなね、日ばっかりだったんですけども、そんな試合で毎試合毎試合ボロボロになりながら、それでも戦って戦って、最後にはね、豊田選手がゴールを決めて勝ってしまう。思い起こせばいろんなゴールの記憶がね、あるんですけどね、FC 東京戦の逆転ゴールだったりとか、ジュビロ磐田戦の、ね、頭でのハットトリックだったりとか、ね、ロスタイムでの頭のバックヘッドのゴールだったり、ロスタイムゴールだけ上げていってもね、数えきれないほどあるんですけど、僕が一番印象に残ってるのは名古屋グランパス戦で、鎌田大地選手がね、球足の長いスルーパスを、ロスタイムギリギリで抜け出してね、右足でちょんって浮かして、決めたシュート、あれものすごく印象に残ってるんですけど、鎌田大地という才能、その光り輝く才能と、それにね、合わせたのが、豊田選手だっていう、結局最後決めるのは豊田なんだ。鳥栖はね、そういう思いがサポーターの中にやっぱあるんですよ。もう未だにね、途中出場してきたら、もう豊田、出てきた、もうゴールするぞみたいな。結局最後決めるのは豊田なんだ。最後は結局豊田が決めてくれる。
まあ、そういうね思いがね、あるんですよ、スタジアムに行けば。だからね、いやちょっとねこれあのもう話しながらちょっと泣いちゃいそうなんですけど、まあまあ、なんでしょう、いや本当栃木でもねきっとひたむきに走ってくれると思うので、彼はもう絶対諦めないですから、もう最後の最後までもうスパイク脱ぐ瞬間まで走り続ける選手です。もうそれはもう間違いない。栃木のサポーターさんもね、もしよければ豊田選手出場した時にはもう拍手で迎えてくれたら嬉しいなって思います。まあサガン鳥栖の選手として、応援することができなくなってしまうんですけれども、本当に頑張ってください。もういつまでも豊田選手は僕らサガン鳥栖サポーターのねヒーローで救世主であり本当のストライカーだなと思ってます。彼が走る姿を見たらきっとそれが伝わると思います。本当に12年間ありがとうございました。豊田選手に、まあ、拍手を。はい、でやっぱね豊田選手最後、はい、というわけで最後はこういう曲で締めたいと思います。ヴァモス、ヨヘイ、トヨタ、ヨヘイ、ヴァモス、ヨヘイ、ゴール奪え、走り続けたトスのために12年の奇跡、俺たちも共に最後まで戦うぜ、ヨヘイ、いつまでもいつまでも俺たちの傭兵、きっと栃木のために死力尽くす傭兵が好きだ。バモスバモス傭兵、豊田傭兵、バモスバモス傭兵、ゴール奪え、バモスバモス傭兵、豊田傭兵、バモスバモス傭兵、ゴール奪え。はい、というわけでもう一発撮りなんで、もう音程もリズムもぐっちゃぐちゃで、もうね歌詞も適当に今作った、適当じゃないです、考えましたけどものなのでね、あれですけど、というわけで、今日は、豊田洋平選手に感謝の思いと12年間ありがとうございますという気持ちを込めて、この動画を、届けたいと思います。皆様さようなら、くまでした。